はい、ポケモンレッツゴーピカチュウやっていきたいと思います。早速ここ行きましょう。懐かしいこの BGM。 はい、懐かしすぎてやばい。ありがとうね。さあ頑張ろう。石粒っていらない。なんか今やばい人いたよね。うお、サイフォンすごい、サイフォンだ。なんかなんとも言えないわね、サイフォンね。失敗した。今エクセレントってなると思って投げたのに。なんかサイフォンとかあんまりそんなに欲しくないポケモンこそなんか捕まるイメージなんで、どこ投げてんの本当。はい、ダメか。やっぱ上げた方がいいのかな。でもそんなにないんだよね、身がね。なんかいざっていう時に使いたいじゃない、やっぱ身は。なんかそのどうしてもこの子は欲しいんだよみたいなこの時に。だからこれもったいない症候群だよね。あのエリクサー症候群か。あのいいアイテム最後まで結局使わなくてね、クリアしちゃうみたいなね、あるよね私大体それなんだよね。いやもういいのよ。あ、捕まったわいいのよって言ったら捕まった。はい、まあね、経験値がな入るからな、捕まった方がいいんだけどな。サイフォンってあんま使ってる人見たことないな。でかい石筆まみれ怖い。ポケモンハイとレディーゴーはいいんだけど、その格好はどうしちゃったの。なんかいたね、でもな、なんだっけこの人。怪獣マニアだ。うわ、すごい、なんか。その服装でさ、外を歩ける勇気だけは認めるわ。うん。ヤドンかわいい。あれ、どこのお土産にあったっけ、なんかヤドンの尻尾ってあるでしょ、あれすっごい美味しいよね。なんか、一気に食べちゃう、あれ。ヤドンの尻尾食べたいなぁ。ヤドンの顔してるってことこれ。すごいね。目の焦点がどこ向いてるのか分かんないもんね、だってね。よくしゃ、もう。突然出てくるのやめて、ほんと。草むらとかはいいよね、その点。分かりやすいから。ただこのシンボル演歌になってることによってさ、その楽よね、移動は。さあゴローンですよ。何その動き、怖い。ゴローンメスっていうのもなんかパワーあるわね。結構すんなりいったわね、うん、わあ経験値でかいありがとう。でもさ、捕まえた時になんか身とかもらえたりするのありがたいよね。よし、まあ、そんなゴロンはほっといて、アイテムとかをちゃんと逃さずいきたいからね。またいるよ早く歩きねえ、もっと。家にいるときはポケモンのイラストを描いてる。へえ。なんかうまそう。イラスト絶対うまいタイプだよね。うわ、ガルーラ？あのメガ進化したガルーラってすごい強いよね。それぐらいの印象しかないんだけど、ガルーラに対して。え、猫騙しだって。腹立つ。聞くかな。そうだよね、ノーマルヘアリー入ってたかどうかって感じだもんね。
カチュウ一人で乗り切っていくのは結構厳しいわね。ダメよピカチュウ、子供の方は蹴っちゃダメよ、かわいそうだから、大人の方だけよ。てかもうレベル29なの？早くない？だってまだジム3つしか行ってないのにね。そんなもんだったっけ。僕くたびれた、買えないよ。くたびれたなら買えんなもん。結構広めよね、ありがたいね。とりあえずね、今回はもう目標はここなんだろう、今回のパートでここをもうクリアできたらいいなっていう感じなので、もうゆっくりいきますよ。焦んない焦んない、よいしょ。いや怖い、なんかいるね。おお、すごい、でかい。ボレバットってこんなでかいの？怖くない？むずいんだが。むずいんだが、ボレバット。え、飛んでる敵むずくない？敵ってかポケモン。早すぎた。ほい。な、待って。本当に。え、待って、あと29個しかないって。ダメかもしれない。捕まえれない気がするわ。来た。トンネルポケモン諦めようかと思ったのに。よし、おめでとう。これでやっと全員レベル20代だね。ボルバットはちょっと使わないかな。よいしょ。これさ、たまにさ、こう、絶対見たでしょ、私のことっていう人でもさ、ぶったのが戦わなくているよね。予想するね。ワンリキー。どうよ、得を。ワンリキーでしょ。弱くだった。意外じゃない？怒り猿とか出してきてもおかしくないビジュアルなのにね。マイクな、イワーク見て逃げ出すっていうピカチュウ。スピードは向こうのが上だっけ、確か吸い取った方がいいね。そうだよね、また嫌な音。なんだろう、このシーン前回のパートでも見たよね。臭い花がね、一撃で倒すの。お疲れ。よし、ここは特に何もなさげ。うわ、いっぱいいるな。よいしょ、スーパーボール、ありがたい。無駄打ちしまくってるからね。本当にぶつかってみない？一回ちょっとドーンとぶつかってこいっていう人にはね、体当たり体当たり。うわ、マンキーね。ってことは2体目怒り猿じゃない？あ、でも違うか、ワンリキーかな。頑張れ。いいね、さすがだね。ニョロゾだった。予想にしてないポケモン出してくるね、みんなね。10万ボルト。
やったね。バリアードってさ何覚えるんだろう。なんかいまいち知らないんだよね。あんま使ってこないから。最後記念室って多分当分先だよね。使えるようになったらね、もうこっちの門感があるけど、戦うかもしょうがないよね、はい。山男みたいなポケモンが出てきたしね、上にね、うん、イサム、え、サンタもいんの。なるほどね、そういうことここはもう臭い花のターンだな、完全に。臭い花、てかもう臭い花とピカチュウしか仕事をしてないのよ。たまーにガーディーが戦うぐらいで、残りの皆さんはもういるだけだもんね。申し訳ない。何それ。怖っ。よし。あんなダメージ怖くないよね。おめでとう。メガドレインやった、嬉しい。吸い取るだからいらないよね。あ、でも10回なのか。まあでもこっちにしましょう、うん。臭い花は強化していかないとね、うん。イワーク、じゃあ初メガドレイン行こう。はい。うわ、最悪。もう、これでピピ減るよね。減ってるし、もったいない。あの図体で穴を掘るって大変よ。もう地盤が死んで、ここ多分終わるわよ。このトンネル自体が。トンネルっていうか山というかトンネルというかね。終わるよね。もうこれは完全に臭い花劇場ですよ。はい、葉っぱ買った。でも正直ね、正直言ってしまえば眠り粉使える時点で臭い花がいるから、もうバタフリーもね、いらないっていらないんだけどね次何かね、私の好きな子が手に入ったらそうなるかもな。いや違うな、バリアードだな、いらない。うわー、なんかやだ、子供襲われてるようにしか見えないもん。ガラガラだ。進化したらガラガラか。あ、ちょっと好きなんだよな。ちょっと待って。これはモンスターボールで捕まえさせてほしい。おい。これはね、結構好きなのよ。やった。え、一発で捕まるは運命じゃない？え、ちょっとバリアードと変えようかな。何タイプだっけ？悪タイプだっけ？なんかあの不思議のダンジョンの赤かな、赤だったよね。え、違う、あのスイッチでさ、リメイクされたやつでなんか使ってたからさ、から使ってたっていうかパートナーだったよね。だったから思い入れあるのよ。ちょっと手持ちに入れようかな、様子を見てね。意地っぱりなせい、あ、攻撃上がってんだ。それは、え、強くない？この子。だとしたら。え、この子いいよ。ちょっと待って、この子、入れます。地面タイプか。そっかそっか。手持ちに入れます。よっと。あれ。
さよならバリアード、あなたのことはもう忘れる忘れんなよっていうね。でも忘れます、またねって。よし、この人も捕まえときましょう。はい。え、何？弱すぎ投げる方が。オッケー。まあそうだよね。そんなすんなりは捕まってくんないよね。これはうんじゃない。ほい、うまいなあのね、真正面の底にいてさえくれればね、いける。ちょっと待ってよ、分かってボール変えるからちょっと待っててと、はい、ほい、あ、下手だあれ？さっきまで自信はどこ行ったのやらっていうね、私の。うわ、最悪。投げた瞬間逃げられたんだけど。ちょっとその子供戦いたいんだよ。そう、この子見て。あ、すごい、ポケモンいると来れないんだ、こっちまで。へぇこれは、いいね、新しいパターンだね。勝つ人。あ、ガーディーだ。いいじゃん。この子センサーだよ。ガーディー持ってるもん。ごめん、一撃で倒しちゃって。あ、なんかガーディーが倒れるの寂しいね、なんかね。スーパーボールはありがたい、マジありがたい。次ワンリキー見つけたら許さないんだけど。この人倒したっけ？倒してなかったわ。いたんだけど、しかもそこにでかいサイズが。倒します。あ、違う違う、ワンリキーは捕まえます。小玉、ピカチュウじゃ無理、ピカチュウじゃ無理。臭い花、はい。多分ここで出てくるポケモンで使いたいなって子は多分、残念ながらやっぱ何？すごいおしゃれな戦い方するわね、あんた許せないんだけど。え、なんかかわいそうじゃない、今の頭にただ石がポツンと落ちるだけっていう。あ、おめでとう、30だって。もう、あ、神早くない、雷覚えるの本当に。どうしよう、雷もう叩きつけるいらんわ、命中率低すぎるもん。すごい、もう雷覚えた。サンドパン、え、待って、サンドパンいけるよね。あ、てか可愛いサンドパン、顔が好き。眠らせてお願いと思うけども、いいや、はい。最悪最悪、はい。一撃でしたね。サンドパンな、ちょっと連れて歩きたいな。
やだ、道に迷ってるらしいよこの人、かわいそう。よし捕まえるよ今度こそ。本当に大きい。あ、違えた。なんで？やった。よしよしよし。ただね、ちょっと110か、安いね。安いねって。はい、びっくりした、もう。信じらんない、何今の。これちょっと捕まえるわ。ナイスとか何もなってないよ。エクセレントとかすごいね。おめでとう。高速移動いらない、いらない、大丈夫よ。うん、岩子を捕まえる日が来ると思わなかったわね。うん、岩地面ってもうダメよね、草タイプからしたら。ふんって感じよね。の日もありがたい。この人かと、はい、俺は山に住んで長い。よそ者にでかい面をさせ、待って待って、ごめんごめんごめん、でかい面はしてないのよ、ただ歩いてるだけね。え、ヒステリーだな、サブロー、こういう人やだよね。え、雷撃ってみてもいい？やりたいやりたい。え、雷って PP5 だってイメージなんだけど、10もあんの？当たんなかった。でも当てたい、雷の演出が見たいんじゃ。おお、すごい、マジピカチュウ最強すぎない？ちょっとおめでとう。うわ、サイフォンって臭い鼻で対処できるよね。え、できなかったっけ？できたと思うんだけどな。レベル23、葉っぱかった。やったね。ね、私この人のことは忘れないと思う。でかい顔してるって言われたから。やっぱね、ガールズに言っていいことじゃないよね。うん、まだ意外と長そうね。なんだろう、ポケモン図鑑作りたいんだったらその格好やめるべきよね、清原ね。不思議そう、へえ。なんかちょっと変態っぽいもんね、彼ね。二度蹴り。もうだって雷効かないからね。全然効かない。突進。どうなんだろう、普通にバチバチアクセルの方が効くかな。まあ、急所に当たりやすいもんね。あ、微妙。急所に当たってそれでしょ、だって。普通に二度蹴りでいいや。不思議そうまでは可愛いだよね。不思議花になると可愛いではなくなるもんね。なんなんだろうあの顔ね、ほんと。どうしたらそういう表情になるのよ。
とりあえず回復だけして、さあ行きましょう行きましょう、何でも直し。これまだまだ長い、中盤とかかな。びっくりするな、もう。エリートいる、エリート。ねえ、もう、でかいのよ。山で迷わないためには、目印の小枝を、小枝しないしない、そんなこと。エンゼルとグレーテルの読みすぎよ、実り。いいな、ロコン。ロコンこっち多分出ないよね、多分わかんないけど。さあ、まあ問題次だよね。ユンゲラー、エスパーって悪とかでしょ、聞くの。いないのよ、そんなの。もうゴリ押そう。うん。10万ボルト。あ、いけたいけた。やった。予想外の強さ。ありがとうね、ハイパーボール。ハイパーボール？もうハイパーボール出てくるの？よいしょ。星の砂、お金ですね。言い方よね。はい、まあ確かに思うわ。山の中に確かにエリートいるとは思わない。大体山男だろうなと思ってたもん。うわ、ディグだ。最悪。これはちょっともう臭い花に頼るしかないよね。ニグダの方がでも先制するから、臭い花はとりあえずメガドレを打っておこう。そしたらし HP 回復できるしね。よし、ありがとうございます。回復ありがとうございます。嫌味だよね。うん、さあ次何ですか。ブースター絶対ダメだね。いや、ブースターか、どうしよう。まあでもピカチュウしかいないよな。てか羨ましいブースターもとかね、欲しいんだけど。私も個人的に私はシャワーズが好きですね。シャワーズ可愛くない？どのシリーズだったか忘れたけど、まあ、シャワーズを最後まで使った気がする。どれでだったかな、 XY とかかな、なんかそのあたりの時 3DS のやつで確か連れて行ったんだよね。全然ダメだね。よし、個人的に EV の進化で好きなのは、あの草タイプのやつ、なんだっけ、あ、草タイプ名前出てこないな。草タイプのやつが好きだった。可愛いのよね。さよなら。あと一人、あとこの人ぐらいかな、戦うの。こっちがなければ、あ、ないない。トリマーピカチュウ回復します。どうですか、順調だよね。
ただもう30分ぐらい経つんだよね。意外とかかるね、ここね。よし。もうラッキーは連れて歩く要因って感じ。トシオって普通の名前ね。とりあえずバチバチアクセルかな。うわうわ、やだ、そんなちょっと残るの腹立たしいわね。何ですか？ワンリー同じ。ワンリー何でさっき一撃で落ちたっけ？雷か。当たるかな？当たんなかった。いいね。これでピカチュアレベルアップと。よし。おめでとう。しょうがないですね。そろそろ出口だと嬉しいんだけど、どうだろう。違った。あなた何？モンスターボールいっぱい持ってるね。もし少なかったらおじさんのところに来なさいね。くれるの？めっちゃおるやん、まだ。ちょっと待ってよ。ピカチュウダメージ受けてたよね。きついね、ここね。まあ、とりあえず、まあ、この二人をなぎ倒しましょうか。そんなに近づかないで。何を感じ悪い。うわ、もう。ギッタンギッタンにしたいわ。うん、エミニドリーナね。うん、さっき捕まえれなかったからな、ニドリーナはな。てことはだよ、てことはそのもう一人男の子いたじゃん。あの子多分あれじゃない、ニドリーナじゃなくて、なんだっけ、この子の紫色バージョン、あれだと思うんだよな、持ってるの。多分だよ。うん、まあ1体ならいいよね、楽だし。うん、暗くてよく見えないんだもん。あれ言い訳よくないわね。君だよ。それポケモン早速始めようよ。始めたくないね。まこと。ほら、やっぱニドリーノだ。だと思ったんだよな。10万ボルトの方が良かったりしない？PP 的にさ、10万ボルトまだまだ残ってるからさ。お、いいね。うん。で、そっちのアイテムをいただいて、うわ、でかい。なんかいますか？いないね。こっちに、あ、いたいたいた。だいぶ長いパートになりますよ。ほとんどカット入れてないんで、今回。みゆき。うわ、羨ましい、ニャース。よこしなよ。
PS10 万ボルトかな。はい。何それ。弱い。ロコンね。はい。ロコンは個人的にアローラの姿も好きだけど、やっぱこっちのロコンだな。可愛いよね。色味がやっぱ可愛いのよね。はい。おめでとう。もうポケモンないわ。捕まえてきな。まあでも、この辺にいるポケモン嫌いそうだよね、彼女。持ってる手持ち的に。あ、着いた？もしかして。着いたっぽいですよ。やったね。真珠。なんでここに真珠落ちてんの？謎じゃない？でかいでかい。あっち行って。10番。やったー。着いたよー。やったーって言いつつ、ここからまだ敵いるよね。普通にね。ほら。じゃあちょっとどうだろう、ここシオンタウン近いのかな。お、ピカチュウメスだね。ピカチュウに電気技打ってもしょうがないからな。意外なんだけど10万ボルトとか普通にも使えちゃうんだね。よし。ピジョンね、ありがとう。弱点な感じで楽勝って感じ。はい。で、ピジョットでもよかったわよ。ピジョンじゃなくてね。なんか確か今さ、通路的にはさ、逆方向に山男がいたと思うの。あの辺どうしよう、無視する？果たしてこっちで合ってんのかっていうね。あー、まだいるね。あっちにもいるね。あ、着いた着いた。お、だよね、次回これ登る感じか。そうだね。ここのね、曲すごい好きなの。このてん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 ってやつ、子供ながらにちょっと怖かったのよ、この曲って。なんかだけど、なんか今聞くとやっぱおしゃれよね。めっちゃいるわ。ポケモン捕まえようかと思ったんだけど無理そうね。でこれ何？ポケモンハウス。てっ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 て。この辺からさ、釣りとかができるようになっていった気がするんだよね。機能性じゃなければ。釣り人いない？ここら辺にいないかな？いないね。いや、トサキンさんとかをそろそろ捕まえたいなって。うわ、つら。つらいね。昔なんか見れたよね。そっか。そう、ポケモンタワーってちょっと寂しいのよね。雰囲気とかすべてが。それがいいところでもあるんだけどね。これ確かさ、この先行くとさ、カビゴン寝てるよね。確か。うわ、戦いたくない。でもカビゴンだけ見に行きたい。カビゴン、カビゴン。この人強制？あ、違う。いける。カビゴン、カビゴン。
見て、ラッキーが大変なことになってる。頑張れ、ラッキー。釣りの名所。へぇ、釣り道具欲しいんだが。私、避けて通るの上手くない？自分で言うのもなんだけど。よいしょ。よいしょ。いた？あ、いた、かわいい。かわいいよね。はい、よし。ということで、かわいいかわいいカビゴも見れたので、そうですね、今回はこの辺の人たち倒しときたいかな。どうしよう、倒しとこうかな、次回までに。そうですね、この辺の人倒して、あとシオンタウン着く前に倒さなかった敵の方々もなぎ倒しておこうと思います。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。